然ですが、皆さんは地下鉄のトイレについて、どういった印象をお持ちでしょうか？おそらく多くの方が、地下鉄のトイレイコール、汚い、臭いという印象をお持ちでしょうが、確かに地下鉄を含め、鉄道駅のトイレというのは、汚い、臭いのオンパレード。名古屋の地下鉄も例外なく、汚い、臭いトイレとなっているのですが、最近名刺工はあんなことやこんなことに加え、トイレのリニューアルも頑張っており、少なくともトイレが汚いという状態は、改善されつつあります。そこで今回は名古屋の地下鉄で、ウプ主が思う綺麗になった駅のトイレを紹介するという動画をお送りします。なお肝心のトイレの中は、映すといろいろ問題が出そうだったので、今回この動画で我が意見しか出てきません。あくまで綺麗になったトイレが、こんな場所にあるんだということを紹介する動画、ということでご覧いただければと思います。一つ目に紹介するトイレは、改札内にスターバックスが作られて便利になった、東山線と JR 中央線が交差する千種の西改札と東改札の間、駅長室のすぐ隣にある新しくなったトイレ。最初見たとき、ここは地下鉄の中なのかと感じさせたこのトイレは、スタバで飲みすぎて腹を壊したあなたを快適な旅へ誘ってくれることでしょう。二つ目に紹介するトイレは、免疫と栄の間、あの憎きコロナが出始めたのに、そんなこと知る由もなかった2019年12月伏見にめでたくオープンした、より町伏見、の中にあるトイレ。女子トイレにはパウダールームまで完備されているというなんとも至れり尽くせりのトイレは、用を足したい時わざわざ足を運んででも、使いたいトイレと言っても過言ではないでしょう。三つ目のトイレは、熱田神宮の有名な最寄り駅の一つ、神宮西のトイレ。見た感じはを感じそうな外観は、お参り後にお腹を壊した人を吸い寄せていくこと間違いなし。まさにオアシスです。四つ目のトイレは、東山公園東改札の目の前にあるトイレ。普通に清潔になったトイレは、近くにある某ファミリーレストランを出た後、急に便意を催してきたあなたにとってこのトイレは救世主になることでしょう。五つ目のトイレは、大須、東の玄関口、上前津にある改札外のトイレ。この駅はすでに南改札、西改札の近くにあるトイレ2箇所がリニューアルされています。どちらも黒系でモダンさを感じる外観は、美味しいお酢のグルメを食べすぎてお腹を壊したあなたを、救ってくれること間違いなしです。ということで今回は、名刺工で新しく生まれ変わって綺麗になった5駅のトイレを紹介してきました。作っているうちにこのテーマで動画を作るのが無理あると感じ、構成もろともゴミ動画になってしまいましたが、この動画が清潔なトイレ探しの参考になってくれたのなら幸いです。なお、名刺工では今後もトイレのリニューアルが進んで綺麗なトイレは増えていきますし、そもそも紹介していないけど綺麗になったトイレは確か他にもあったような気がするので、この動画で紹介したトイレが、名刺工で綺麗になったトイレの全てではないことだけご理解ください。それでは今回はここまで、最後に今後の予定を含めた予告映像を挟んであるのでぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。止まることを知らないコロナの脅威。始まりかねない。今後ますます外出することが危険になりうる世の中でも、名古屋の地下鉄は、名城線、名港線一部区間扉扱いの遺憾、N3113H の投入と、進化の歩みを止めずにいた。果たして進化し続ける名刺工をこのチャンネルで、また紹介できる日が来るのだろうか。次回、名城線、名港線一部区間ワンマン化準備。その動画が投稿されるのかは、私にもわからない。